サンタクロースをいつまで信じていたかなんてことはたわいもない世間話にもならないくらいのどうでもいい話だが、それでも俺がいつまでサンタなどという想像上の赤福じいさんを信じていたかというと、俺は確信を持って言えるが、最初から信じてなどいなかった。幼稚園のクリスマスイベントに現れたサンタは偽サンタだと理解していたし、お袋がサンタにキスをしているところを目撃したわけでもないのに、クリスマスにしか仕事をしないジジイの存在を疑っていたさかしい俺なのだが、はてさて、宇宙人や未来人や幽霊や妖怪や超能力者や悪の組織やそれらと戦うアニメ的特撮的漫画的ヒーローたちがこの世に存在しないのだということに気づいたのは相当後になってからだった。いや、本当は気づいていたのだろう。ただ気づきたくなかっただけなのだ。俺は心の底から宇宙人や未来人や幽霊や妖怪や超能力者や悪の組織が目の前にふらりと出てきてくれることを望んでいたのだ。しかし現実ってのは意外と厳しい。世界の物理法則がよくできていることに感心しつつ、いつしか俺はテレビの UFO 特番や心霊特集をそう熱心に見なくなっていた。宇宙人、未来人、超能力者、そんなのいるわけね、でもちょっとはいてほしいみたいな最大公約数的なことを考えるくらいにまで俺も成長したのさ。中学を卒業する頃には俺はもうそんなガキな夢を見ることからも卒業して、この世の普通さにも慣れていた。俺は大した考えもなく高校生になり、そいつと出会った。東中出身、鈴宮春日。ただの人間には興味ありません。この中に宇宙人、未来人、異世界人、超能力者がいたら私のところに来なさい。以上。これ笑うとこ。えらい美人がそこにいた。誰もが冗談だと思っただろう。結果から言うと、それはギャグでも笑いどころでもなかった。春日はいつも大マジなのだ。こうして俺たちは出会っちまった。しみじみと思う。偶然だと信じたいと。鈴宮春日は黙ってじっと座っている限りでは一美少女高校生にしか見えなかった。たまたま席が真ん前だったという地の利を生かしてお近づきになっとくのもいいかなと一瞬血迷った俺を誰が責められよう。なあ、初っ端の自己紹介のあれ、どのあたりまで本気だったんだ？初っ端のあれって何？いや、だから宇宙人がどうとか。あんた宇宙人なの？違うけどさ。違うけど何なの？いや、何もない。だったら話しかけないで、時間の無駄だから。もしあいつに気があるんだったら悪いことは言わん。やめとけ。中学で鈴宮と3年間同じクラスだったからよく知ってるんだがな、あいつの鬼人ぶりは常軌を逸してる。あの自己紹介？そう、中学時代にもわけのわからんことを散々やり倒していたな。有名なのが校庭落書き事件。なんだそりゃ。石灰で白線引く道具があるだろ。
れなんつうんだっけ。あ、まあいいや。それで校庭にデカデカとけったいな絵文字を書きやがったことがある。しかも夜中の学校に忍び込んで。その犯人があいつだったってわけか。本人がそう言ったんだから間違いない。朝教室に行ったら机が全部廊下に出されてたこともあったな。校舎の屋上に星マークをペンキで描いたり、学校中に変な置き場をベタベタ貼りまくられたこともあった。キョンシーが顔に貼っつけてるようなやつな。意味わかんねえよ。でもなあ、いつモテるんだよな。なんせ面がいいしさ。おまけにスポーツ万能で成績もどちらかといえば優秀なんだ。ちょっとばかし変人でも黙って立ってたらんなことわかんねえし。それにも何かエピソードがあんの？一時期は特会引き換えってやつだったな。俺の知る限り一番長く続いて1週間、最短では告白されて OK した5分後に破局してたなんてのもあったらしい。普通の人間の相手を捨てる暇はないの。聞いた話だって。マジでなんでか知らねえけど、告られて断るってことをしないんだよあいつは。だからな、お前が変な気を起こす前に言っておいてやる。やめとけ。やめとくも何もそんな気はないんだが。俺だったらそうだな、このクラスでの一押しはあいつだな。うん、朝倉涼子、1年の女の中でもベスト3には確実に入るね。1年の女子全員をチェックでもしたのか。おうよ。 A から D までランク付けして、そのうち A ランクの女はフルネームで覚えたぜ。朝倉さんがその A なわけ？ AA ランクプラスだな。あれはきっと性格までいいに違いない。この時期、鈴宮春日もまだおとなしい頃合いで、俺にとっても心休まる月だった。しかしながら春日の奇妙な振る舞いはこの頃から徐々に片鱗を見せていたと言うべきだろう。というわけで片鱗その1、髪型が毎日変わる。月、火、水、木、金、曜日が進むごとに髪を結ぶ箇所が増えている。月曜日にリセットされた後は金曜日まで一つずつ。果たして日曜日はどんな頭になっているんだ。見てみたい気もする。片鱗その2、体育の授業は男女別に行われる。着替えは女が奇数クラス、男が偶数クラスに移動してすることになっているのだが、まだ男子が残っているにもかかわらず、俺はセーラー服を脱ぎ出しやがった。どうやら男子生徒のことはジャガイモくらいにしか思ってないらしい。片鱗その3、呆れることに、ある日はこの学校に存在するあらゆるクラブに仮入部していたのだった。運動部からは例外なく熱心に入部を勧められ、その全てを断って毎日参加する部活動を気まぐれに変えた挙句、結局どこにも入部することはなかった。何がしたいんだろうなこいつだよ。そんなこんなをしながらゴールデンウィークが明けた1日目。キャン、よ、ちなみにキョンってのは俺のあだ名だ。いい加減にやめてもらいたいのだが。ああ、今日は水曜日かなどと考えつつ魔が差してしまったんだろう。それ以外に思い当たる節がない。曜日で髪型変えるのは宇宙人対策か。鈴宮春日に話しかけていた。いつ気づいたの？ちょっと前。あ、そう。私思うんだけど、曜日によって感じるイメージってそれぞれ異なる気がするのよね。色で言うと月曜、初めて会話が成立したような気がする。水曜が青で、木曜が緑、金曜が金色で、土曜は茶色、日曜は白よね。なんとなくわかるような気もするが、つうことは数字にしたら月曜日が0で日曜が6なのか。そう。俺は月曜は1って感じがするけどな。あんたの意見なんか誰も聞いてない。そうかい。私あんたとどこかで会ったことがある？ずっと前に。いや、きっかけなんてのは大抵どうってことないものなんだろうけども、まさしくこれがきっかけになったんだろうな。
しかし春日がまともな返答をよこしたことは驚きだ。てっきりうるさいバカ黙れどうでもいいでしょんなことと言われるものばかりだと思っていたからな。だから春日が翌日長かった髪をバッサリ切って登場した時には結構俺は動揺した。それにしたって俺が指摘した次の日に短くするってのも短絡的すぎないか。おい別に。あれ以来ホームルーム前のわずかな時間に春日と話すのは日課になりつつあった。付き合う男全部振ったって本当か。なんであんたにそんなこと言われなくちゃいけないのよ。何を聞いたか知らないけど、まあいいわ、多分全部本当だから。一人くらいまともに付き合おうとか思うやつがいなかったのか。全然ダメ、どいつもこいつもアホらしいほどまともなやつだったわ。宇宙人でも未来人でも超能力者でもないし。そりゃ普通そうだろ。あと告白がほとんど電話だったのは何なのあれ。そういう大事なことは面と向かって言いなさいよ。まあそうかな、一応同意しておこう。そんなことはどうでもいいのよ。どっちなんだよ。問題はね、くだらない男しかこの世に存在しないのかどうなのってことよ。本当中学時代はずっとイライラしっぱなしだった。じゃあどんな男ならよかったんだ。やっぱり宇宙人か。宇宙人もしくはそれに準じる何かね。